ったですよ、素晴らしかったですよね。両チームのファンの皆さんも大きな拍手をお届けください。最高でした、ありがとうございました。せっかくなんてお話も伺いたいと思うんですけれども、はいはい、どうですかルナちゃん。あ、じゃあ自己紹介してもらいましょ う、ね、まずはね、はい、改めまして先ほども言ったんですけども、ビーチス4年目サブリーダーの伊藤ルナです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ続いてお願いいたします。はい、横浜ディズニーベイスターズオシャレパフォーマンスチームディアーヌの古賀です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。どうですか、こういう風な形でのコラボレーションというのもあまりないですけれども、いかがですか。本当に嬉しいですね。実は今シーズンチアコラボとしてこうして共演させていただくのは、お互い今シーズン今日が昨日からかな、そうですか、が初めてで、初ですか。もうお互いもうテンション上がりまくりで、はい、最高の2日間をお届けしてみて。そうですか、やはりこのまたね横浜スタジオも違いますから、どうですか、東京ドームというのも、ではそういった部分でね、あのディアーナの皆さんというのもどういう準備をされたりしてたんですか。結構この前まだ6連戦やっていて、はい、その中でハードの中だったんですけど、はい、あのヴィーナスさんからしっかり、ずっと中もついてるあの解説何動画が送られてきたので、すごい助かりました。ありがとうございます。どうですか、やっぱりこう東京ドームだとまだ雰囲気だいぶ違うと思いますけど、いかがですか。はい、あのまずはあの昨日雨だったじゃないですか。はい、やっぱり横浜スタジアムだと中止になってしまうんですけど、しかやっぱりドーム空内スタジアムなので安心して。そうですよね。そうですよね。本当は、はい。でもあのお話を伺うと、はい、なんか横浜でもこういったステージイベントやってるっていうふうに聞いたんですが、はい。毎試合やってるんですか。そうです、すごい。また内容もちょっと違うんですか。どういうことやられてるんですか。ダンス中心で。あ、そうなんですね。で、あのジャイアンツクエアだとね、いろいろ抽選会があったりしますけど、いろいろイベント盛りだくさんで、しかも土日しかやらないのに、はい、毎試合やられてるんですね。なので今回ね、DB スターマンも含めディアーナの皆さん来てくれるということで、平日もこのステージをということになったので、ありがとうございます。どうですか、ルナちゃん、はい、こういう風な形でのコラボというのは刺激もあると思いますけれども、もう本当にもうお会いするたびに素敵だなって、もうヴィーナスみんな見惚れちゃって、もうダンスも先ほどのディアーナさんのコラボも、コラボじゃない、ディアーナさんのみのダンスナンバーも、私たちリハーサルの時からもう鳥肌止まらないって言いながら、ずっと見させていただいてて、もう皆さんも分かったと思うんですけども、本当にかっこいい素敵なダンサーさんたちで、日々習っていきたいなって思いました。なんかさ、やっぱりそうなるとディアーナの皆さんの特徴、こういったところがあって何かあります。はい、私たちちょっと圧倒的なパフォーマンスっていうのを掲げてやっているので、毎試合のリハーサルではもうすごい揃える練習だったり、このやっぱり毎試合ステージもあるので、そのために必要な体力なども鍛えるトレーニングもしています。そうですか、はい、じゃあこのせっかくのコラボなので、どういったところ今日 の、ね、試合前も含めですけど注目してもらいたいというのじゃありますか。はい、今日の試合前に披露させていただく、はい、ランナウェイベイビーという曲は、もうこの2日間のためだけに作り上げた、お互いのチームで頑張って練習してきたものなので、もう今日限りです。本当に今日しか見れない素敵なコラボになっているので、試合前のその時間から皆さん一緒に手拍子であったり盛り上がっていただけたら嬉しいと思います。やっぱりみんなでね、手拍子があったりして一体感になるのいいですよね。そうなんです、しかも今日東京シリーズでユニフォームもオレンジで一色だと思うんですけど、ディアーナさんのベイスターズのファンの皆様も もちろん青を一色でしまっていただいて、一緒に球場一体となって試合前から盛り上がっていただけたら嬉しいと思います。あの昨日見ているとセンターのところから出てきてディアーナの皆さん、レフトスタンドの方行かれるじゃないですか、はい、でいろいろパフォーマンスした後のハケ早くないですか。なんであんなに早い、みんなのなんかダッシュがすごいなって思ったんですけど、いつも横浜スタジアムでは全力ダッシュでしてるので、なんかそういったイベントも横浜やってますよね、はい、やっています。ですよね、バトルというので、はい、アンカーも今日はアンカーのガチで抜いてきますよね。いや素晴らしい。そうですよね、どのぐらい速さあるんですか、50メートルいくつとか。はい、あ、7秒前半でいける。7秒前半、すごい、それでキレもあるんでしょうね。ここから見習っていかないとですね、はい、みんなたらたら走っちゃいけません。たらたら走ってないんですよ。あまりにもディアーナが速いんですよ。驚きましたから。ここから見習っていかないとですね、はい、そうですね。そうだと福岡さん、これからのディアーナの活動もあると思いますけれども、何か告知があったらぜひ。告知です、はい、6月2日から行われるゲット・ザ・フラッグというイベントがあるんですけど、そこでは優勝に向けて皆さんで全力で
応援していけたらいいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ビーナスのディアーナでした。大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではジャミレッジの